はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、サービスのことを知っておいて損はないということで、介護保険制度にて活用できる様々なサービスをですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきます。結構多くのサービスがありますが、できるだけ分かりやすくお伝えさせていただきますので、よろしくお願いします。まずは、居宅サービスという自宅で受けられたり、自宅から施設に通って受けるサービスというのがあるんですが、こう次のものが挙げられます。まずは、訪問介護といって、いわゆるホームヘルパーと言われる方がですね、訪問して、体の介護、まあ、例えば入浴ですとか、排泄、食事なんていうところの支援をしたり、生活の援助、まあ、調理、洗濯、掃除なんかをこうしてくれるというサービスがあります。それから、訪問入浴介護というのもあります。これは、自力で入浴ができない場合に看護師が1名、介護士が2名訪問して健康チェックであったり入浴の支援をするというサービスもあります。それから訪問看護というものなんです。これは医師の指示に基づいて看護師などがこう家庭を訪問して、まあ、病状確認であったり点滴ですか、医療機器の管理をしたりですとか、健康上の問題とか生活上のためにいわゆる医療的なケアをするサービスになっています。それから訪問リハビリというのもあります。これも同じく医師の指示のもとにですね、リハビリ専門職、例えば理学療法士、作業療法士、言語聴覚士なんかですね、家庭を訪問して身体とか精神面の自立を促すリハビリを行ってくれるというサービスになってくるんです。それから居宅療養管理指導というもの、これは例えば医師であったり、あるいは歯医者さんであったり、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士など、いわゆる専門職が訪問して生活指導を家でしてもらえるというサービスになります。それから通いのサービスもいくつかありまして、例えばデイサービス、通所介護というものがあります。これは施設に通って入浴や食事なんかの生活の支援をしたり、機能訓練をしてレクを受けるなんていうことで孤立感も解消できますし、まあ、体の機能維持もできます。あと何も家族の負担軽減も図れるというサービスになっています。で、これに似ているものとしてデイケアというものがあります。これは心身機能の維持とか回復、自立を目指してリハビリをメインに通いのサービスも一緒に受けられるというものになっています。それからショートステイというものがあります。これは一時的に施設に滞在をして24時間体制で職員の方が見てくれる、最大30日まで受けられるサービスになっております。それから小規模多機能型居宅介護というものです。これは通いと訪問と泊まりをこう組み合わせてですね、利用することができるサービスというのもありますので、ぜひこのあたり参考にしていただけると幸いです。そしてここからは施設サービスより、いわゆる施設に入ることで受けられるサービスと居宅サービスの中で、例えば用具とか、それから住宅に関するサービスについても解説をさせていただきます。まずは老人保健施設、通称老健というものがあります。これは看護、介護、リハビリを含む医療ケアに重点を置いた公的な入所機関になります。病院と在宅生活をつながる中間施設という捉え方をしているので、原則就寝利用というのはできません。要介護1以上の方が対象になっています。それから特別養護老人ホーム、通称特養と呼ばれるものがあります。これは常時介護が必要であったり在宅生活が困難であるという方に向けた公的な入所施設になります。やはり介護度ですとか家族状況の必要性が高い方から優先的に入所ができるというところがあります。こちらは就寝利用も可能です。要介護3以上から原則利用というふうになっています。それからグループホームというもの、正式名称認知症対応型共同生活介護というものがあるんですが、これは認知症によって介護が必要な、まあ、大体5名から9名程度の方が共同生活をするときも、いわゆる住居になります。ただ、これは同一地域内に住民票があるということが条件と、要支援2以上の方という条件があります。それから、ケアハウス、経費老人ホームというものがあります。これは家庭ですとか、住宅事情なんかで自宅の生活が困難であるという場合に利用する施設。原則全額自己負担にはなるんですが、これは助成制度があります。こちらは要介護認定にかかる入所ができます。それから
有料老人ホームという、これは介護付きとか住宅型というものもあるんですが、日常生活のサービスを受けられる民間の施設になっています。で、要介護認定に欠かす入所ができるんですが、費用は全額自家負担であって、さらに入所時には一時金が必要というところも結構あります。それから、サービス付き高齢者住宅、通称サコージュと呼ばれるものもあります。これはバリアフリーなんかの高齢者向けの民間賃貸住宅になっています。で、この場合に、要介護認定にかかると、やっぱりこれも入所が可能なんですが、やはり費用はですね、原則全額自己負担になってますので、そのあたりも注意していただきたいというふうに思っております。それから、ここから福祉用具、例えば、特定福祉用具の車椅子とかスロープとか歩行器なんかの、福祉用具の使用を支援するサービスというふうになっております。これは、要介護認定に合わせて用具をレンタルするということができます。それに、このレンタルにやっぱり馴染まないものというのがあります。腰掛け便座だったり、入浴の用具なんていう場合は、特定福祉用具が販売ということで、保険給付としてこう販売をすると受けるということもできます。これは年間10万円までという決まりがあります。最後、住宅改修といって、ケアマネージャーに相談した後に工事業者を選んで市町村に申請をするという手続きを取っていただくことで支援を受けるというサービスになります。支給限度額最大で20万円まで報告を受けられます。で、1割負担であれば2万円の実費で済みます。で、超過分は原則自己負担というふうになってしまうんですが、自治体独自でこう補助制度を行っているところもあります。こういった形でいろんなサービスがありますので、やはり積極的に活用していただいた方がいいかと思いますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信、ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。